ニューヨークではワクチン接種当日にこのような質問票が送られてくるので、これに答えて送信をしたら、QR コードが送られてきます。で、それを会場で提示するという形です。というわけで今日は2回目です。前回と同じ大学に来てます。これまたなんかこの背景で撮るの久しぶりですが、今ですねちょっとワクチン2回目打って帰ってきました。そう、今がちょっとねランチで、そうとんかつを食べるほどめちゃくちゃ元気っていう、今ねだいたい5時間ぐらい経過したんですけど、全く、はい、前回同様何も症状ないです。ちょっとねほんとこんくらい痛てたたってなるぐらい、こんくらい痛ててたみたいな、ここまで痛ーってなります。そうで、こっから多分また今日明日とどんどんね、そうちょっと腕が重くなるんだろうなっては思ってますけど、別に全然なんだろう、他の症状は全くないです。風邪だったりとか、なんか結構私モデルナを受けたんですけど、モデルナを2回目受けてその後の症状を副作用が結構ひどいっていうのをよく聞いてたんですけど、今のところ何もないです。もしかしたら明日に来るかもしれないし、まあ、明後日に来るかもしれないし、ちょっとわからないけど、まあ、今のところは何もないです。はい、そう、でも今日はまあじゃあちょっとね、一応安静に今日明日はゆっくりしてようかなと思ってます。はい、それと、ね、いよいよ日本でも始まりそうなのかな。で、福岡市がそう、モデルナのワクチンを一斉に使うかもみたいなニュースが昨日流れてたんですけど、なんかそうなると勝手に私の中で嬉しい、なんか良かったなって思ってます。そう、こう実家に帰った時にさ、みんなが同じワクチンって思うとちょっと嬉しいというかね、なんか自分にね、もし何かあった時とかにもなんかみんなとね情報とかも共有できるかなと思ったりしてます。はい、というわけでこれで、でもあと2週間か、あと2週間経ったら抗体ができるらしいので、そう、でももう私は出る、ちょっと出る、まあ、海外には行かないけど、そうちょっとねもう一時我慢したので、ちょっと自分にご褒美をと思ってますね。本当はね海外に行けたらいいんだろうけど、まあ、友達に会いにぐらいかな、ちょっと近場で行こうかなとは思ってます。はい、と、まあ、私からこうまだ受けてない方で、もし今後受ける気がある方、受けたいなと思う方におすすめというか、なんだろう、おすすめかな、そう、こっちの方こうしてた方がいいんじゃないかなって思うのは、まあ、極力なるべくやっぱり早く、まあ、受けれるか分かんないけど早く受けた方がいいと私は本当に思いました。なんか私実際ニューヨークって、そう30歳以上 OK ってなった時から結構まだちょっと様子を見てた部分があったりもして、そう1週間2週間何も動かなかったんですよ。そしたらもう周りのみんなが、そう同年代ぐらいのみんながめちゃくちゃみんな受け出して、でやばと思って、私も受けなかと思ってネット見たら全然空いてなくて、でたまたまそのちょうど私がこう取ろうとした時から16歳以上の予約が開始されたりして、もうパンク状態に一時期なっちゃって全然取れなくて、で本当は1回目でもお話ししたんですけど、ジョンソン&ジョンソンをあのレストラン勤務者向けのジョンソン&ジョンソンは今バスが走ってるんですけど、それで受けて1回で終わらそうと思ってたんですよ。やっぱもう早くさ、
こう旅にも行きたいし、ね、なんかもっと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 ね楽しいことたくさんしたいというかね、ちょっとでも安全にそうなので、その J&J を受けようと思ったんですけど、まあ、前回も話した通り、その当日にね、ちょっと、使えなくなっちゃってアメリカで使用禁止ってなって、当日によ、もう超びっくりして、でもまあまあまあモデルナを打てて、でもモデルナは1回目打ってから2回目までが4週間空けないといけないから、まあ、丸々約1ヶ月なくなるんですよ。それで1ヶ月待たないといけないし、で2回目終わってからも2週間経たないと抗体ができないので、まあ、結果約2ヶ月ぐらいはそうやっぱその動けないというか、そのワクチンにちょっと時間を取られるので、私はまあ、ね、今後ね受ける予定がある方はなるべく早く受けた方がいいんじゃないかなという勝手な私のアドバイスです。でももう自己判断なので、そこはいろいろ調べて皆さんでね、ちょっといっぱい動物が飛んできます。で、まあ、ちょっとまた明日明後日と報告などもしていけたらなとは思ってます。ね、ずっと家にいるかな、いや分かんない、でも明日何もなかったらもう出てもいいのかなと思ったりしつつ、どうなんでしょうか。はい、というわけで無事に私ももうワクチン2回完了しましたっていう報告の動画でした。それでは皆さん、また明日、バイバーイ。